ハッピーハロウィン。トリックオアトリート。かぼちゃのお姫様の仮装ですか。いえ、決して興味があるわけではありませんよ。ハッピーハロウィン。正直な話、ハロウィンにはあまり良い思い出がないのです。仮装した鉄砲玉に襲撃されたことは数知れずですし、屋敷では無礼講ということで姉さんたちにいろいろといたずらをされました。フリフリの衣装をいたずらと称して無理やり着せられた時は羞恥で涙が出そうでしたね。しかもその姿をユイシスに見られて、今でも覚えています。あのユイシスのいたたまれないといった表情は。まあ今となってはそれらも良い思い出なのですが。団長元気がいいですね。はい、どうぞ。多めに持ち歩いていて正解でした。ん？どうしたのですか？そんなに頬を膨らませて。もしかして私にいたずらができるのではと期待していたのですか？存外年相応なところもあるのですね。いいえ、可愛いと思いまして。あなたの魅力をまた一つ知ったような心地です。今日はもうダメですよ。次回のハロウィンでぜひリベンジしてください。